江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の掲示板からのご紹介です。渓谷民、渓谷とトルコどちらが強い国ですかねという質問なんですけれども、それではスレヌシの書き込み行ってみましょう。クーちゃんお願いします。周りの評価ではトルコの方が少し高い気がします。ブラジルは南米の覇権国だから渓谷よりも強国な感じがするけれども、トルコは少し微妙ですね。軍事力は似ているように見えますが、経済規模は渓谷に劣り、人口は渓谷より多い。資源は渓谷より有利ですが、技術力が不足している。体感的にはスペインと同じで、渓谷と国力が最も似ているように思います。はい、という書き込みでした。それではですね、こちらに対して渓谷の反応いってみましょう。はい、それではですね、1人目こちら。渓谷が劣るのは人口以外に何かありますか？国土面積や資源、周辺への影響力は劣りますね。地位ではトルコですね。立地がかなり有利です。全ての分野で渓谷が圧倒しています。特に軍事力はウクライナ問題を通じてヨーロッパがどれほど無力かが明らかになりました。地政学的に渓谷は大国に囲まれた小国のようなもので、米国に従属し、C国や日本、ロシアにも圧迫されています。しかしトルコは地政学的に有利で影響力も大きいです。産業力についても C 国に追いつかれ追い越されているところがあるので、20年後も今のようにトルコを見下せるかは分かりません。個人の生活水準や幸福度ではトルコの方が高いと思います。何その見下すっていう発想、なんで？トルコには産業施設がありません。ひどいな。外交的な立場は渓谷よりもいいですね。軍事力は似ているというより渓谷の方がはるかに優れています。誰が見ても渓谷でしょう。立地や資源、人口数が多いからといって国力が上だというなら、ナイジェリアが渓谷より強国だということになりますか？トルコと渓谷の差は渓谷とナイジェリアの差ほど圧倒的ではありません。トルコをアフリカ級に一緒にくくるのはどうかと。トルコは防衛産業を基盤に産業力を強化しようとしていますが、どちらもうまくいかずトルコに未来はないと思います。現在は渓谷、未来はトルコだと思います。今は渓谷がピークでトルコは低迷している状況です。トルコの方が国際社会での影響力がはるかに大きいです。トルコの経済では2007年時点で GDP 比で農林水産業 8.7%、 鉱工業 28.3%、 サービス業 63.0% という産業構造を持っています。製造業も外国企業が多くの工場を運営している国です。トルコは戦闘機を製造しようとして失敗している状況ですが、渓谷は基盤産業があるので KF-21 試作機を飛ばすことができています。製造力が落ちてきてもトルコと比べるものではありません。渓谷の製造業はトップ10に余裕で入りますが、トルコは天然資源でトップ10に入りますか？通貨の価値も低迷している国に未来を期待するのはなぜなんだろう。アメリカを見限ってロシアに着いたが、さらに状況が悪化した国に対して技術力では渓谷が上だが、 GDP の数値では追いついてきている。 GDP だけで言えばインドネシアも渓谷に追いついてくるよ。インドネシアもそのうち渓谷を超えて強国になる。東南アジアでは敵なしだよ。今もインドがフランスの GDP を追い越したけど、それがフランスより強国って意味なの？トルコは微妙だね。軍事力は似ているし、経済規模では劣るけど人口は渓谷より多い。資源も渓谷より豊富だけど技術力は不足している。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いってみましょう。はい、それではですね、上の方からいきますかね。トルコに勝てると思うな。歴史的に見てトルコ帝国比べるのが失礼。トルコの背中に隠れていた過去があったね。まず比べるなよ、失礼すぎるだろ。エルドアン大統領圧倒的じゃないか、我が軍は。なんで上から目線なんだ、この最弱国か。スペインもひどいことなってるな。お前らトルコまで飛行機飛ばす技術ないだろ、輸送手段もない。てか、なぜトルコと比較しようと思ったんだ。ほんと見下すの好きだな。そういう変な比較やってるから嫌われるんだよ。自己評価が異常に高い渓谷だったね。スワップ結んでるから？
トルコなら勝てそうって思ってる W？ トルコは食料自給率 100% です。ドイツ、じゃあパワーパックの輸出禁止な。他国を見下したくて仕方ないんだな。ほんと失礼極まりない奴らですわ。なぜか上下関係で帰化考えられないんだね。トルコとお前らを比較してるんだから、いらん国出すなよ。どう見てもトルコが勝つが、 W 実弾入ってない F35 や障害物超えられない決戦車をどうにかしろよ。トルコのリラと K のオン、どっちが国際信頼度があるか考えよう。え？え？どっちかな。悩むな。その GDP も中身がないって知らないんだね。トルコの猫って C 国、K 国と日本人に分けるなって話聞いたけど、ほんまかね。日米からの支援がなければ自立もできないデフォルトに回も起こした国がなんか言ってるな。トルコにスワップ頼んでなかったか、ずっともなんじゃないのか、わら。トルコはお前らと違って逃げ出さんぞ。トルコに通貨スワップをお願いしたくせに、どうせいつものカタログスペック詐欺だろ、わら。それはネーラブリュードやろ、わら。いや、ウォント、トルコってリラだっけ。いやー、通貨の価値だけ言うとトルコじゃない、やばいのは。あー、まあ、エルドアンが変わればね、まともになる可能性は高いと思うけど。CとかKって同等な仲間じゃなくて兄弟とか言って上下関係に従うよね。え、リラの方がいいの？リラでは日本の信用保証がいるボンと比較できるとでも。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。